はいどうも、ヒエシです。どうも、ガイルです。今日なんですけども、はい、トラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワン・ローの王子でウィメンズになるんですけども、はい、オリーブなんですが、これがね、4月の26日に発売じゃないかという情報なんですけども、その後ね、ちょっとストック数に関する情報も出てきてますので、今日はそのあたりをね、やっていきたいなと思います。で、その他、リーク情報はいくつかあるんですかね。そうですね。はい。限定アクセスが来るんじゃないかって言われてる、うん、ピースマイナスワンのナイキのコラボの、近藤ワンのパンになりますよね。はい。はい。この日に発売されるんじゃないかっていう情報が出てるんですよ。あ、そうなんですね。はい。それ以外にも今後発売予定で、エアフマラの、ニューカラーが出てきてまして、ちょっと気になるカラーだったんで、ご紹介させてもらいたいなと思ってるんですけど。はい。あとちょっと気になるエアマックスワンも出てきてます、ね。ああ、そうですね。はい。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の様子見てない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやっていますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。インスタグラムといえば、はい、僕は最近買ったもので、うん、届いてるスニーカーであったりとか、うん、アパレルの方一気に上げてるんで、うん、はい、こういった形で僕のインスタグラムの方に、海外で買ったものであったりとか、はい、スニーカーズの方にゴッテムできたものを、こちらではまだ紹介してないものを載せてるんで、うん、また気になる方ですね、ちょっと見てもらいたいなと思うんですけども。はい、はい、宮城秀高さんがやってるラフって言われる新しいブランドのウエスタンシャツを買ったりとかして今回のっけてるんで、はいはい、また見てもらいたいなと思うんですけど、はい、はい、早速なんですけども、韓国のスニーカーズの情報ですか。はい、あ、そうですね、ちょっと見てないんですけど、僕らがオンラインチャレンジして、うん、昨日ですよね、これね、買えなかったですね。あ、そうだ、買えなかったナイキエアマックスワン86のビッグバブルなんですけど、韓国のスニーカーズの方ではメンズのサイズ全然売り切れてなくて、うん、ゴールデンサイズも全然余ってるんですよね。ああ、そうなんですか。はい、ただフィアレスのサイズは余ってないんですよ。僕は韓国に行っても買えないってことなんですそうっすね。はい、あ、で、それ以外に韓国のスニーカーズの方で、うん、ビリー・アイリッシュとエアフォース・ワンのコラボのトリプルホワイトってありましたよね。うん、これ日本のスニーカーズの方ではちゃんと売り切れてるんですよ。ああ、そうなんですね。はい。韓国のスニーカーズの方では全部余ってるんですよね。ああ、なるほど。まあ、日本以外のスニーカーズだったら割と余ってるって話なんですよね。そうですね。はい、ただね、US のスニーカーズの方ではちゃんと売り切れてました。ああ、そうなんですか。そうなんですよね。まあ、在庫状況がね、はい、やっぱり日本とは異なるのかもしれないですね。はい。はい、で、続いてなんですけども、ピースマイナスワンとナイキ近藤ワンのコラボでパンダですね。はい、そうなんですよね。はい。こちらの方が、まあ、日本のスニーカーズの方で、この間のスニーカーズの5周年記念の、まあ、イベントでね、5555人の方が、うん、まあ、限定アクセス来るということがさせてもらったんですけど、うん、4月の1日に発売されるんじゃないかということで、海外のリーグアカウントサイトが言ってました、ね。あ、そうなんですか、ね。はい。ただこれ日本の発売じゃなくて、おそらくアメリカであったりとかの発売が4月の1日になるんじゃないかと思われるんですけど、うん、はい、まあ、日本の方も4月の1日に発売だったら、今回限定アクセスの権利持ってらっしゃる方は、それより前に来るんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね。はい。一般発売の方で、まあ、日本のスニーカーズが発売できたら僕はちょっとね、ご覧にチャレンジしようかなと思ってる一足なんですけどね。これやっぱりね、あの、黒の方がなんかアクセントがちょっと入っていて、はい、まあ、可愛らしい感じもありますよね。そうなんですよ。ただ、フィアレスが持って以前発売されたホワイトのモデルの方が、まあ、オールホワイトなんで、うん、まあ何にでも合いそうかなっていう気がしますよね。ああ、まあまあ確かに。そうなんですよ。続いてなんですけども、久々にこの情報出てきたんですが、はい、ナイキ SB ダンクローのジャリトスですね。そうですね。あ、メキシコの有名な炭酸飲料でジャリトスってあるんですけど、うん、そのジャリトスとナイキ SB ダンクローのコラボで、以前から持ってらっしゃる方もずっと紹介されてもらってるんですけど、うん、ずっとね、春頃じゃないかっていう話で紹介させてもらってたんですけど、うん、5月の4日っていうふうに出てきましたね。なるほど。はい、スケートボードショップの方で売られる日程なのか、スニーカーズの方で売られる日程なのか分かんないんですけど、うん、まあ、5月にリリースされるんじゃないですかね。そうですね。はい、まあ、これちょっとね、写真、あの、カッターでね、切った写真になってるんですけど、なんか僕とか不器用なんで、下地まで行ってしまう。ああ、なるほどね。力入れすぎてね。そうなんですよね。そうなんですよね。はい。まあ、この覆われてる素材っていうのは、これヘンプの素材なんですよね。うん、そうなんですよね。はい。で、まあ、緑の部分であったりとか、カッターで切ってもらうと、下地がオレンジのものが出てくるんですけど、はい。まあ、変えるかどうかは別として、もし変えたとしたら、ここまでやる勇気はちょっとないっすよね。そうですね。結構ね、ガサガサになっちゃうんですよね。こんな綺麗に切れるかな。素材もね、これ、ヘンプなんで、そうですね。そんなに綺麗に切れないと思いますよ、これ、多分。そうですよね。はい。まあ、カタカタするんじゃないかと思われるんですけど、うん、まあ、こちらは5月の4日じゃないかということで出てきてたんですけど、うん、はい、で、続いてなんですけども、ナイキエアマックスワンのキープリッピンストップ
スリッピンですね。そうなんですね。噛みそうですね。そうなんですよ。はい。今見てもらってるこの写真っていうのは、うん、2023年に発売される写真ではなくて、ピアレスが入れたエアマックスワンのキープリッピン、トップスリッピンに関しては、2008年に発売されたモデルの、うん、そのまま写真が使われてるんですよ。なるほど。はい。15年の時を経てじゃないですけど、うん、2023年にこの2008年に発売されたエアマックスワンが復刻するということで、うん、情報が出てたんですけど、はい、はい。はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、サファリをまあベースにしているようなエアマックスワンで、まあ、よく見るとね、あのフェイクブラックポニーが使われてるんですよね。うんうん、はい。まあ、2008年に発売されたモデル、そのままの復刻らしいんですけど、うん、なんで、アウトソールの部分も、これ半透明になってるんですけど、グラフィックが入ってるんですよね。ああ、そうですね、はい。2023年バージョンっていうのはまだ出てきてないんですけど、海外のスニーカー系サイトの紹介では、まあ、2008年のモデル、そのままで、ね、復刻されるんじゃないかというふうに書いてたんですけど、うん、ただ、ウィメンズでリリースされるのか、メンズでリリースされるかどうかまでは、まだ不明ですっていうふうに付け加えられてましたね。ああ、そうなんですね。そうなんですよね。はい。面白い一足ですよね、これね。そうです、ね。はい。2008年のモデルを僕ら持ってたわけじゃないんで、うん、そうなんですよね。まあ、今年復刻されるということで、紹介されてました。僕、そういえば、これ見て思い出したんですけど、はい。今度ポニーのブラックのやつですね。はい。こういう素材のやつ、一足持ってますよ。エアジョーダン6。持ってましたよね。はい。はい。あれ、ソーシャルステータスのコラボやったと思うんですけど、そうですね。持ってましたよね。はい、続いてなんですけれども、ナイキエアマックスワンですね。これまだ名前がついてないんですかね、はい。そうなんですよね。こちらの方を持ってらっしゃる方の投稿で、2023年の今年にリリースされるんじゃないかということで紹介されたんですけど、うん、使われている素材っていうのが、ホワイトデニムとムーバックとタングウェザーが使われてるんですよね。うんうん、はい。で、カラーの方はホワイトとグレーのカラーと、レッドブラウンのようなカラーが使われてるんですよね。はい。ボタンの部分のスーシュに関しては、うん、レッドブラウンのカラーが、まあ、アッパーのカラーを使われてるんですけど、うん、で、ハイレッドのトップ2つちょっと見てもらいたいんですけど、ゴールデンイエローっていうカラーが使われてまして、で、そのカラーがアウトソールちょっと見てもらいたいんですけど、アウトソールにも使われてるんですよ。はい、はい。はい。これちょっと面白いなと思いましたけどね。そうですね。はい。で、かかとの部分にナイキって書いてまして、そのナイキって書いてる文字も、縁取りが、レッドブラウンになってまして、中のカラーっていうのがゴールデンイエローのカラーが使われてるんですよね。そうですね、はい、このあの終端のミスッシュなんですけども、はい、なんかあれですね、浮いてますよね。浮いて見えますよね。そうなんですよね。はい。3D 仕上げみたいになってるんだよ、これ、ね。そうですね。そうなんですよ。あと、なんか使われてるこのホワイトの部分の、ホワイトデニムもちょっと面白いなと思ったんですけど。うん、そうですね。はい。まあ、こちらの方が今年発売されるということで、出てきてたんですけど、最近ね、僕はね、エアマックスさん結構ね、新作紹介してるんですよね。そうですね。はい。面白いものは結構出てきてるんで、うん、はい。どれか一つ欲しいなと思ってるんですけど。まあ、機能は買えませんでしたけど、ね。ああ、そうなんですよね。あれ、まだ金が出るって言ってましたよね。そうなんですよね。はい。エアマックスワンの、86のビッグバブルなんですけど、ピアリスはちょっとアフターマーケットの方で自分のサイズの値段を見てるっていうことを言ってましたよね。そうなんですね。はい。はい、で、続いてなんですけども、ナイキエアフマラーですね。こちらのはまだ名前は付いてないですかね。そうなんですよ。はい。で、これカラー的にも、秋頃にリリースされるんじゃないかって言われてる一足で、うん、ナイキのほら、高写真が出てる新作なんですよね。はい、はい、はい。パッて見た時に、このナイキエアフマラーなんですけど、以前発売された、ジャックンスとのコラボで、うん、ナイキエアフマラーが発売されてるんですけど、うん、で、クリームのカラーのね、モデルが発売されたんですけど、なんとなくそれに近いかなっていう感じなんですよね。なるほど。はい。まあ、以前発売されたジャックンスとのコラボのクリームに関しては、ここまでそんなにね強烈にブラウンのカラーは使われてなかったんですけど、なんとなくまああの感じに似てるかなと思ったのと、あとこれかっこいいなと思ったんですよね。アッパーのあたりとかのこのスムーズレザーが使われてるのちょっと見てもらいたいんですけど、片押しのような同じマークがずっと繰り返し使われてるんですよ。なんでしょうね、モノグラムっていいんですかね。はい。なんかそんなデザインが入ってますよね。ツーボックスサイドパネルの部分っていうのは、ヒップストップ素材になってるんですよね。なるほど。はい。まあ、ところどころビージュのカラーが使われてる感じであったりとか、まあ、なんかジャックムスとのコラボを彷彿させるなと思ってご紹介させてもらったんですけど。はい。でね、ちょっとサイドソールのあたり見てもらうと、うん、ブルーの文字でなんか落書きのようなものが入ってます。入ってますよね。はい。テキストが入ってるんですけど、これね、ちょっと字が汚すぎて、わかんなかったんですよ。そうですよね。はい。で、上から撮ってる写真とかもあるんで見てもらいたいんですけど、確かに文字は入ってるんですけど、なんて書いてるかまではわかんなかったんですよね。そうなんですよ、ね。海外のスニーカー系サイトもそのことについては触れてなかったんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですよね。はい。ちょっと面白い一足だったんで、このエアフマラ気になるなっていう感じなんですけど、付属でこういったハンカチなんですかね、これね。あ、こんなんついてるんですか？はい。えらい光沢感ありますね。なんか、バンダナーのがわかんないですけど、うん、モノグラム調で使われてデザインが入ってる、ナイキのスウッシュの入ってるアクセサリーといいますか、付属品があるんですよね。そうなんですね。はい。うん、最近ね、エアフマラを
紹介してるんですよね。そうですね。はい。90年代の復刻をね、2足紹介されてもらったりであるとか、ニューカラーなモデルとか紹介されてもらってるんですけど、本当にね、近いうち何か1足買おうかなってほんま思ってるんですよね。クマがやっぱ1足欲しいなと思ってきてるんで、うん、まあもしかしたらシャツの動画あたりで買いましたって言ってるかもしれないですね。あ、マジですか。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン5のクラフトですね。こちらが6月の17日発売予定と。そうなんですよね。はい。はい、持ってらっしゃる方といいますか、ヤンキーキックスさんの方が、うん、まあいろんな角度が撮ってる着眼の写真を投稿してくれてたんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあクラフトシリーズということなんで、目画像の段階の時点で、一部性能素材が使われてるんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、うん、まあ、実物の投稿でこういったふうに、まあ、性能素材が使われてまして、はい、使われてるカラーっていうのは、ベージュと一部グレーとサッシ色でオレンジのカラーが使われてるんですよね、うん、はい、でアッパーのこのグレーのカラー部分もスウェードで、全体を覆ってるこのベージュのカラーの部分っていうのも精度が使われてるんですけど、シュータンの部分ちょっと見てもらいたいんだけど、シュータンの部分のこの、まあ、ジャンプマンロゴがオレンジのカラーになってまして、口取りもオレンジのカラーになってるんですけど、シュータの部分の生地だけコットンベースの何かテキスタイルに見えるんですよね、これね。そうなんですよ。かかとの部分に使われているスエードの素材と、このシュータの部分のベージュのカラーの部分っていうのは、スエードっていうよりかは、なんかコットンベースで別の違う生地が使われてるんじゃないかなっていうふうにも見えるんですよね。そうですね。そうなんです。ここだけなんとなくちょっと違いますよね。そうですね。はい、で使われているシューレースはグレーのカラーが使われていまして、よく見るとギザギザのデザインが入ってるんですよね。エアジョーダン5って長いこと買ってないんですけど、このクラフトシリーズちょっといいっすよね。ちょっとね、落ち着いた感じがしていいですよね、はい。そうなんですよね。はい。まあ、エアジョーダン5といえば、ジェイドホライズンって言われるモデルがあったんですけど。ああ、そうですよね。あれ、ずっと日本で発売されてないですよね。あれ、僕欲しかったんですよ。そうなんですよね。はい。この間ね、ニデュースの値段見てたんですけど、うん、僕のサイズで、まあ、3万円ぐらいでしたかね。ああ、やったと思うんですけど。うん、はい。結局、日本で発売なかったんですよね。そうですね。はい。はい。まあ、ちょっと日本でもね、発売してほしいんですけど。はい、はいはい、続いてなんですけども、ジョーダンヘックスミュールです、ね、そうですね、はい、こちらの方が、おそらく今年の夏頃に発売されるんじゃないかということで、海外のスニーカーゲートに紹介されたんですけど、はい、新色でホワイトのカラーとミントのカラーとブラウンのカラーができるんですよ。はい、以前ジョーダンヘックスミュールとビリー・アイリッシュのコラボでブラックのサンダルがあったんですけど、はいはい、僕それオンラインチャレンジしたんですけど買えなかったんですよ、うん、はい、何気に今ちょっとまだ欲しいなと思ってるんですけど、うん、でそういった中、ビリー・アイリッシュのコラボじゃないんですけど、ヘックスミュールで新色が出てきてまして、ちょっとホワイトのカラーがこれ汚れ目立つそうなんですけど、気になるんでちょっと見てもらいたいんですけど、はい、アウトソールとかちょっと面白いなと思います。まあ、形が面白いですよね、これね。そうですね。まあ、形でこれ六角形的にいいですかね。そうですかね。はい。まあ、汚れが目立たないのを考えると、このブラウンのカラーを選ぶのが一番いいと思うんですけど。僕ちょっとブラウン欲しいなと思いましたけど、ね。はい。ただまあちょっとホワイトのが気になるんですけど、まあ、もともと言ってたビリー・アイリッシュとジョーダン・ヘックスミュールのこのブラックが、まだちょっと気がかりだなという感じなんですけどね。はい。で続いてなんですけども、エアジョーダン4のレッドセメントなんですね。はい。はい。こちらの方が8月の12日発売予定ということですね。そうなんですね。はい。モック画像通りの実物が出てきてるんですよね。紹介させてもらったエアジョーダン4のホワイトセメントのグレーの部分を、レッドのカラーに置換しているようなモック画像が出てきてたんですけど、その通りの実物がこういったふうに1枚だけ出てきてるんですよ。なるほど。はい。まあ、よく見ると、ホワイトセメントのデザインの、本当にそのね、一部が、レッドのカラーに近づいたようなモデルなんですけど、これでかっこいいなってちょっと思いましたね。これ、あれですよね、見た感じ、これ、はい、メンズじゃなくて、キッズか何かな写真ですよね。これね、フルファミリーサイズのリースになるんで、うん、先ほど言ってたメンズの話をしてたんですけど、うん、今見てもらってる写真は、おそらくこれ、キッズですよね。おそらくそうやと思います、ね。はい。小さいサイズのモデルになると思うんですけど、小さいサイズのモデルで実物が出てきてるんですけど、まあ、以前紹介されてもらった、まあ、モック画像通りなんですよね。そうですね。メンズの方もおそらく出てくると思うんで、うん、またその時に紹介したいなと思ってるんですけども。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1配合 G のバロミノですね。はい。こちらの方が、9月の16日発売予定と。そうなんですよね。はい。まあ、持ってらっしゃる方の投稿がまたありまして、うん、まあ、最近ずっと紹介されてもらってるんですけど、今回このパロミノに関してはシューレースをね、ブラックじゃなくて、うん、ホワイトのシューレースを通してる写真が出てきたんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、付属で以前紹介されてもらったブラックのカラー以外に別のカラーが存在するっていう風に紹介してたんですけど、うん、ホワイトのシューレースがついてるみたいなんですよね。ホワイトも
もいいですね。いや、これ通してる写真見た瞬間に、うん、余計欲しいってなりました、うん、はい。以前紹介されてもらっているんですけど、このエアジョーダン1ハイオジのパロミノっていうのは、エアジョーダン1ハイオジのシャドウと、エアジョーダン1ハイオジのダークモッカを掛け合わせたようなモデルって言われてるんですよね。なるほど。はい。まあ、正面からであったりとか、まあ、いろんな角度が撮ってる写真があるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、ただね、この人の写真の撮り方が、雰囲気のある撮り方してるんで、余計かっこよく見えるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。まあ、接近して撮ってる写真等があるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、スウッシュの部分の、このパロミノって言われる、まあ、ブラウンのようなカラーの部分であったりとか、性能の素材が使われてるんですけど、うん、まあ、その質感が分かるような、まあ、接近してる写真とか出てきてるんですけど、はい、まあ、これ見た時にちょっと本当欲しいなと思いましたね。そうですね、はい、ただ発売の方が9月の16日なんでだいぶ先なんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね、うん、はい。まあ、それまでの間にね、僕はエアジョーダン1ハイオージュ一つぐらい変えてるんですけどね。ああ、そうっすね。どうなんでしょうね。はい、今からね、紹介していくものっていうのは、今後発売されるエアジョーダン1ハイオージュがね、続きますね。ああ、そうなんですね。はい。はい。では続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1ハイオージュのこちら、ウィメンズになるんですけども、ウォッシュドピンクですね。はい。こちらが4月の22日発売予定ということなんですね。はい。いよいよ来月発売予定なんですよね。うん。これってウィメンズなんですよね。そうなんですよ。はい。で、今回出てきてるちょっと写真見てもらいたいんですけど、うん、2枚ほど出てきてまして、本当にこれから足を入れる前の上から撮ってるような写真とか出てきてるんですけど、はいはいはい、これ見た時にね、欲しいなっていうふうに改めてなりましたね。あ、今回これ狙われるか。あ、これ狙おうかなと思ってますね。そうなんですね。はい。もし日本の発売が4月に来て、うん、ウィメンズのサイズ展開ということなんで、29センチぐらいまであればですね、ちょっと狙いたいなと思ってるんですよね。はあ、はい。まあ、以前言わさせてもらってるんですけど、うん、このエアジョーダン1ハイオージーのウォッシュドピンクっていうのは、うん、以前発売されたエアジョーダン1ハイオージーの、まあ、ターボグリーンに似てるモデルなんですよね。そうなんですよね。はい。うん、ただ、まあ、ちょっとややヴィンテージ加工がきつめと言いますか、サイドソールの部分の髪が結構エグいんですよね。後に紹介する、またエアジョーダン1ハイオージーのウォッシュドブラックがあるんですけど、それに比べるとサイドソールの変色が結構エグいんですよね、これね。そうですね。次、エアジョーダン1ハイオージーのウォッシュドブラック紹介させてもらいたいんですけど、うん、まだ持ってらっしゃる方の新たな投稿が出てきてまして、9月10日発売で、今の通称の名前っていうのは、ウォッシュドブラックからウォッシュドヘリテージっていう名前が変わってるんですけど、うん、持ってらっしゃる方の投稿でまた写真が出てきているんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、これもまた欲しいっすね。かっこいいですよね。そうなんですよ。あ、先ほども言ってたんですけど、エアジョーダン1ハイオージーのウォッシュドピンクより、サイドソールの部分のヴィンテージ加工が、まあ、ややちょっと薄めなんですよね。ウォッシュドピンクほど色はそこまで変色してないんですけど、うん、あ、もうこちらの方も以前発売されたエアジョーダン1ハイオージーのターボグリーンベースなんですよね。そうなんですよね。これに関してはメンズなんで、まあ、サイズの方はね、まあ、心配することはないんじゃないかなと思うんですけど。まあ、僕もチャレンジできると、はい、いうことですよね。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1ローの OG でブラック2ですね。こちらの方が7月の28日発売予定ということなんですよね。そうなんですよね。はい。まだこれ持ってらっしゃる方の投稿で、室内で撮ってる分かりやすい写真が出てきてるんで、ちょっと見てもらえないんですけど。僕画像ではこれ中端の部分ホワイトやったんですけど、今回出てきて実物っていうのは以前売ってるんですけど、ブラックになってるんですよね。はい。はい。まあ、めちゃくちゃ欲しいエアジョーダン1ローの OG の一足なんですけど、うん、はい。こちらも7月発売予定で、10月25日にはエアジョーダン1ローの85のニュートラルグレーがリリースされるんですけど、まずはこのエアジョーダン1ローの OG のブラック2が欲しいなっていう感じなんですね。そうですね。まあ久々にね、はい、ロータイプで欲しいなと思う一足って感じですよね。そうですね。はい。はい。まあ、何年か発売されてるエアジョーダン1ローの OG に関しては、ずっと書いてないんで。そうですね。そうなんですよ。実はニュースの方でも買ってないんですよね。うん。そうなんですよ。はい、続いてなんですけど、ウェアジョーダン1ハイオージーのラッキーグリーンですね。こちら4月の15日ということなんですね。そうなんですよ。これも来月なんですよね。うん。はい。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、以前から、こちらのエアジョーダン1ハイオージーのラッキーグリーンに関しては、2009年にエアジョーダン1ハイ DNP パックとして、このラッキーグリーンのモデルが発売されてまして、うん、それが復刻になるんですよね。そうなんですよね。はい。で、今回4月に発売されるこのモデルっていうのは、その2009年の DNP の、シューターの部分、ワンロゴの部分がナイキエアに変わってるデザインになってるんですよ、ね。そうなんですよね。はい、2009年のモデルと、2023年に発売されるこのラッキーグリーンを、比較しているような写真があるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、よく見ると、これ2009年の DNP のラッキーグリーンの方が終端長いですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ、ね。はい、はい。ナイキエアになっている方の2023年バージョンっていうのは、2009年のモデルより、まあ、若干ちょっと終端短めと言いますか。なんか、そうですね。はい、古い方が背高く見えますね。あ、そうなんですよね。うん、はい。でこちらの方が4月の15日発売予定ということで、まあ、日本の発売出てきてないんですけど、まあ、先ほど言ってたんですけど、4月に関しては、ジョーダン1ハイオージーのウィーメンズのウォッシュドピンクと、このエアジョーダン1ハイオージーのラッキーグリーン、これ2足ともちょっとね、狙ってるんですよね。
日本の発売は来てないんですけど、まあ、できれば嬉しいですよね。はい、まあ、これも絶対ね狙う一足かなという気がするんですけども、はい、まあ、なかなかね最近スニーカーで全然買えてないんで、ね、そうなんですよね。買える自信がなかなかないですけどもね、はい。キーグリーンとゴーストピンクだったら、ちょっとゴーストピンクの方が僕の中ではややちょっとね上なんですよね。ああ、マジですか。あ、そうなんです。こっちのラッキーグリーンの方がちょっと、まあ、もともとねゴーストピンクの方がサイズないんですけど。あ、そうなんですよね。はい、まあ、2つとも欲しいんですけど、ゴーストピンクの方が気になる度がちょっと高いかなっていう感じです。ああ、マジですか。はい、はい、まあ、こちらもねまたオンラインチャレンジの方ね、はい、と思いますので、はい、で続いてなんですけども、トラビスコットとエアジョーダン・ワン・ローの OG でウィメンズになるんですけども、はい、オリーブですね。こちらはね、4月の26日に発売じゃないかという情報が ね、ずっと出てはいるんですけど、はい、もうね、展示されてる方もいらっしゃるんですけども、ね、はい、はい。4月暑いっすね、これね。そうですね。はい。はい、先ほどから欲しいなって言ってるエアジョーダン・ワン・ハイ・オージー2足は、4月発売 で、うん、でこのウィメンズのトラビス・スコットとエアジョーダン・ワンの OG のオリーブに関しては4月26日なんで、4月結構ねオンラインチャレンジするが多いかなと思ってるんですけど、うん、以前にこれね紹介させてもらった時に、ソック数っていうのが、まあ、海外リーカーガンサイドの予想やったんですけど、だいたい4万足から6万足の間じゃないかっていう風に出てたんで、僕らも、はい、そういった風にお伝えさせてもらってたんですけど、うん、あるリーカーアカウントサイトの方がインスタグラムのストーリーズの方で投稿してた情報があったんですけど、ストック数の方がだいたいこれ3万足ぐらいじゃないかっていう風に言ってたんですよ。めっちゃ少ないじゃないですか。はい。ただこれちょっと思ったんですけど、うん、これウィメンズのモデル以外にウィメンズを除くフルファミリーサイズのリリースがあるんで、小さいサイズもリリースされるんですよね。うん、はい。過去に僕らの動画で BS サイズとかの公式写真とかも紹介されてもらってるんですけど、うん、もしかしたらこの3万足っていうのはウィメンズのサイズのストックが3万足じゃないかなと思ってるんですけど、うん、そこまで丁寧には書いてくれてなかったんですよね。まあそれにしても少ないですけど、ね、あ、そうなんですよ、はい。まあ、通常ね大体6万足ぐらいコラボものってあったりするんですけど、はい、その半分ぐらいの数になっちゃってますね。そうなんですよね、はい。それプラス、まあこの間のね、うん、3月23日のイベントで日本でもいくつ売られてるんですよね、うん、そうですね、はい、でその数とか引いたりしたらさらに少なくなると思うんですけど、ああ、そうですね、そうなんですよ、はい、うん、でおそらくアメリカで発売される数が一番多いんで、日本に振り上げられてる数っていうのは少ないと思うんですけど、うん、でまたウィメンズなんでね、これね、そうなんですね、そうなんですよ、はい、拡張サイズのリリースがあるっていう風に前回いらしてもらってるんですけど、日本のスニーカーズの方でもうこれ発売状が出てきてるんですけど、うん、29センチまでなんですよね。ね、そうなんですよ。はい、僕買えないじゃないですか。以前からリークアカウントサイトの方がこのトラビスとエアジョーダン・ワン・ドラゴンに関してはこれが最後じゃないかっていうことを言ってまして、うん、でそのリークアカウントサイト自身もジョーダンブランドに確認を取ったことまで言ってたんですよ、ね、ああ、そうなの、はい、ただね、別のリークアカウントサイトがこういった風にこれトラビスとエアジョーダン・ワンのコラボのこれが最後になるんじゃないかっていう噂が出てるけどっていう風に書いてるんですけど、日本語に直すと確定には程遠いですかっていうちょっと含みのあるような書き出してるんですよね。なるほど、はい、ただでもまあ本当にこれが最後で、次はエアジョーダン7っていう話も出てきてるんで、そうですね、そうなんですよね、うん、はい、まだリリースされてないエアジョーダン1ローとトラビス・スコットのコラボのモデルには存在するんですけど、もうそれ本人のパーソナルモデルでリリースされることはないっていうふうにも、まあ、リーグで出てきてたんで、うん、見てもらってる4月26日の発売が、まあ、最後じゃないかなと思うんですけどね。大体ね、発売の前からね、はい、次のモデルの情報とかも出てきたりしてますもんね。あ、そうなんですよ。そういう意味で言うと、最近そういうね、エアジョーダン1とのコラボの話でも、これ以降出てきてないんで、はい、まあないんじゃないかなという気もしますけどもね。オフノワールって言われるやるカラーも出てきてたんですけど、うん、あれ本当に本人だけのパーソナルモデルっていうふうに書いてたと思うんで、そうですよね。リリースはないと思うんですけど。うん、はい、まあ、あと1ヶ月ぐらいで発売ということで、まあ、今後ね、抽選情報だったりとか、はい、これにまつわる多分アパレルの情報も出てくると思いますので、またあと、ストック数もね、最新の情報まで出てきましたら、はい、動画でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、ございます。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、どうでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. And Parker's can't listen.